フェルナンド・アロンソは昨年実際にはアルピーヌ F1 チームからの残留オファーはなかったと明かしたアルピーヌ F1 チームは現在 F1 のヘッドラインをにぎわせているがその主な理由は進歩の遅れと経営陣の大幅な刷新だハンガリーではチーム代表を務めるオトマー・サフナウアーが影響は全くないはずだと状況を軽視した対照的にチームオーナーのローレンス・ストロールがアロンソに 魅力的なオファーを出してから丸1年が経ち、アストン・マーティンでは目覚ましい進歩を遂げた。昨年は感情的な面でかなりストレスの多いグランプリだったけれど、確かにいい決断だったし、ラッキーな決断だった。満足していると、41歳のアロンソはハンガリーのキャナルプラスに語った。実際のところ、アルピーヌから何のオファーもなかったので選択の余地はなかったとアロンソは語った。もし、 シーズンの初めにアルピーヌからオファーがあれば間違いなくサインしただろうしかし後任としてピエール・ガスリーを迎えた後の2023年のアルピーヌ F1 チームの苦戦についてはあまりにも多くのことが語られすぎているとアロンソは語ったアルピーヌが遅い車だとは思わないとアロンソは語ったアロンソはチームからの引き止めはなかったと2022年アルピーヌのアロンソはオコンと同志打ちを何度かやってましたそれにしても 7月の段階では、アロンソとオコンでライキは行くと言ってましたし、ピアストリはレンタルするつもりだと。ただ、ガスリー遺跡が現実になったので、アロンソの代わりにガスリーですか結果的には良かったんじゃないですかね。オコンと離れて、活躍もしてますから。